レレトロハートミュージックのドントやってみよう。はい、2017年4月号始まりました。始まりました。レレトロハートミュージックウクレレ担当のヒデピンです。ボーカルのピノノワールです。よろしくお願いします。さあ、4月ですよ。あっという間に、ね。いやもうね、桜の季節ですよ。本当、はい、お花見シーズンで、ね、うちの近くの公園もすごい大きい桜の木が。ね、ありますから、ぜひね、また何度も足を運びたいと思います。はい、なんかいいの持ってる。これはちょっと名前がついていて、ハーフワトソン君というね。なんでハーフなんですか。シャーロックという BBC の BBC のイギリスのドラマがあるんですけど、その中でワトソン君がですね。これにいつも腰掛けてるんですけど、本当はこうワトソン君の席のソファーに置いてあるやつですね。そうですね。でこれ普通にこういう四角い多分 45×45 の大きさだと思うんですけど、はい。ちょっとハーフなんですよ。なんでハーフワトソン君というね。はい。というわけでビートルズですよ。はい。今月はですね、ちょっとやっぱりこう春なので。ポールのカバー曲なんですけれども、はい、もうポールが大人になってからもですね、随分歌い続けているカバー曲といえば、いまだに歌い続けている、はい、「Till There Was You」という歌があるんですけどね、これは1957年にアメリカのブロードウェイミュージカルで「ミュージックマン」というミュージカルがあったんですけれども、その中の1曲なんですね。で作った方は作詞作曲ともにメレディス・ウィルソンさんという方ですね。はい、そして、日本の名曲コーナーなんですが、こちらは今回はリクエスト曲を歌わせていただきます。エリチエミさんの、はい。うちへおいでよというね。うちへおいでよ。カモナマイハウス。これちょっと私の独断と偏見でですね。なんとエリチエミさんバージョンではないので日本の名曲にはならないんですけれどもすいません、ローズマリー・クルーニーさんのバージョンがやっぱり歌詞も含めてね、ちょっと可愛くてですね、イースターエッグっていう歌詞が出てくるんですよ。復活祭でしたっけ、4月にあるのでね、これを含めてちょっとエリチエミさんの方の、ね、歌詞には出てこないんですよね、このイースターエッグがね。すごい好きな歌で、これでもう日本のね名曲シリーズでシャンソン、ニューミュージック、フォーク、そして今回のジャズと、この4ジャンルをウクレレ一本で、はい、今頑張ったことになっています。引き続きね頑張っていただけるのかなという。計算早いですねはい、というわけで続きまして、ハワイアンは、はい、今月のハワイアンはプアリリレフアという曲をお送りします。この曲はですね、50年代にカハウアヌトリオというバンドでですね、一世を風靡したカハウアヌレイクさんが作った曲です。でこの曲はですね、結婚する前の彼の奥さんにこっそりひっそり捧げて作った歌だそうで。あ、ひっそりなんですか。まあ当時そのアンティ・マイキさんっていう方なんですけども、彼女もクムフラでフラの先生で一世を風靡してて、で彼は彼でミュージシャンとして一世を風靡してて、でこう共演したりとかすることもあったみたいなんですけども、密かに思いを寄せてたというね。でそのリリレフアっていうのはサルビアの花のことなんですけれども、このリリレフアの花がですね、このアンティ・マイキさんの住んでる家のあたりにいっぱいこう咲き誇ってたみたいなんですね。へー、素敵。まあこの花に思いを込めてですね、彼女のことを歌ったという愛の歌ですね。いやいいですね。でこれフラの曲としてはとっても有名なので、フラを習われてる方はまあ踊ったことが大体あるんじゃないかなというような有名な曲ですね。はい、はい、というわけで、はい、ビートルズからは「Till There Was You」、はい、日本の名曲からはエリチエミさんならぬローズマリー・クルーニーさんの「カモナ・マイ・ハウス」はい、はい、そしてハワイアンは「プアリリレフア」と、はい、はい、では3曲続けてお聴きください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今月もあっという間でしたね。はい。次にお会いするのはゴールデンウィークのあたりですかね。そうですね。そういうことですね。皆さんもこれからいろいろね、もう本当花見の次はもう本当にゴールデンウィーク迫ってますから、いろんなね旅行の計画などもあるかもしれません。ぜひゴールデンウィークに備えてね、しっかり準備して。イギリス行ったらヒースロー空港で売ってるらしいので、ぜひハーフワトソン君買ってください。はい。というわけでレレトロハートミュージックの「どうやってみよう！」また来月お会いしましょう。